田辺スポーツお役立ち情報コーナー。本日はですね、ゴーグルの晴天用、曇天用のレンズの見え方をせっかくですね、雪上に来ているのでちょっと見ていただこうと思います。まずこちらのスミスのゴーグルは晴天用です。でこちらのスワンズのはどちらかというと曇天用となってます。ではまず先にこちらスミスの晴天用ですね。はい、続いてこちらが曇天用。はい、なかなかですね、こうパッと見て見え方の違いが分かりにくい方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらの晴天用はどちらかというとくっきりはっきり、まあ大げさなぐらいちょっとこうコントラストが出てるような感じで見えると思います。でこちらの曇天用はどちらかというと、まあ、偏光レンズとかこういう、濃いレンズと違ってそんなにはっきりは出ないんですけれども、比較的明るくて、裸眼で見てるような、まあ、しっかりしたこういうコントラストっていうのが見えるようなレンズとなってます。ですので、まあ、お好みに応じて、レンズは決めていただいていいかなと思うんですけれども、結構こっちの方がはっきり見えるっていう方もいれば、なかなかそれがこうくっきり見えすぎてちょっと気持ち悪いっていう方もいらっしゃるので、できるだけ自然に近いようなものがいいっていう方であれば曇天用であったり、ちょっとこういうミラーの薄いクリアーに近いレンズを選んでいただくと、よりいいかなと思います。でですね、今の説明をさせていただいた後、最後にもう一度ちょっと見ていただいて、それをちょっと実感してもらえたらなと思います。これが晴天用のレンズです。続きまして、こちらが曇天用のレンズとなっています、はい。インターネットであったりとか店頭ではなかなかこういうのはちょっと見え方がわからないということも多いと思いますので、この辺を参考にゴーグルを選んでいただければいいと思います。以上、ゴーグルのレンズの違いについての説明でした。年中スキー用品専門店田辺スポーツへぜひご来店ください。